はい、こんにちは。しんちゃん257です。今日、2本目の動画ですね。はい、お送りします。今日ね、PSP に、パソコンを使わず、音楽を入れてみようという企画です。もちろんインターネットは使いません。ただ、条件とした PSP を改造していることと、埋もれ式があることと、出してたかな。この機械があることが条件です。この機械は PC、ごめんなさい。この機械は PC レポなどで買えます。まあ、PC レポは近くにないよとかだったらインターネットでも買えるかもしれません。MP3 簡単ダビグっていう。CD から USB メモリ。MP3 プレイヤーの転送ができるという、パソコンなしでこの CD から転送できるよという。まあ、ちょっとこれ専用じゃないんで、改造しないとできません。ご了承ください。で、まあ、これで、まあ、はい。手順でいきますよと。メーカーはちょっとよくわかんないメーカーなんですけど、こちらに書いてますね。こちらのホームページで買えると思います。Z アート。それか Amazon か。型番注意しておきますね。型番が CDR-MP3 という型番です。こちらに書いてありますね。はい。早速やっていきましょう。ただね、その PSP、改造した PSP とロマンスティックって言ったんですが、あとですね、ごめんなさい、言い忘れてました。PSP ファイラーも必要になります。 PSP ファイラーがないと使えません。はい。じゃあ、早速やっていきたいと思います。グリーンのパッと見えますかね。映ってるかな。そうですよね。こちらがその機械になります。こんな感じの機械ですね。見えますかね。こんな感じの機械になります。こちらは必要になりますね。こちらの機械はさっきの箱に書いてたものになります。こちらの機械ですね。この機械に、CD が入れてタイミングできます。で、あとですね、言い忘れてました。ごめんなさい、言い忘れてることばっかごめんなさい。これには USB ケーブルと、電池は付属してないので、電池、単三電池6本と、USB ケーブルを有する必要があります。USB ケーブルは、まあ、最近100均でも出回ってますが、僕は持ってたやつを使います。こういう USB ケーブルを使います。で、足すのは、B 足してのその、PS につなげれるやつを買ってください。デジカメ用でもいいと思います。あとは、ここに、接続をします。いい。こんな感じで。そしたら、ごめんなさい、コピー CD なんですけど、CD、まあ、コピー CD じゃない CD でやった方がいいと思います。これ今回用意できなかったんで、コピー CD しかないんですけど、まあね、コピー CD でやっていきたいと思います。そしたらね、まず、この蓋を開けます。いや、押すと開きます。そしたらここに CDR 入れていきます。はい、閉じます。そしたらですね、あとはになってます。この電源ボタンを押してください。あ、その前にごめんなさい。
ごめんなさい、本当ごめんなさい。あ、すみません。PSP の電源を入れてから電源ボタンを押してください。その前に PSP3000 の場合はランチャーが必要なのでランチャーを出してください。ランチャーはね、PSP 開発分解商品のリンクにも貼ってありますので、そちらから取ることもできます。あ、そうですね。セレクトして、ランチャーが動作していることを確認してください。そうしたら、電気なんだ。こっちの、あ、ってくださいね。取ってくださいね。ちょっと電源をオンにします。そうすると自動的に USB に切り替わります。 USB アイコンを押してくださいと。このようなメッセージ出るんですが、これは気にしないでください。これは気にしなくていいです。そしたらしばらくすると準備というランプが光ると思います。これが出たらコピーボタンを押してください。この際 USB を抜けないようにしてくださいね。今コピーしてますね。これはですね、一曲ずつ選択することはできないので、まとめて全曲ということになります。で、ちょっとね、本当は運行ランプが光るはずなんですけど、なぜか光らないので、普通の方は光ると思います。なぜか僕の今は光らないですね。久々に使った方がいいかな。ちょっとですね。音はしてるんで、多分、動いてると思います。今読み込んでます。読ますね。転送中ですよと。この時、守り付くのね、ランプが消えるまでは抜かないでください。USB ケーブルを。ちょっと待ってくださいね。なんでカメラを隠してなかったって、顔が映っちゃうんでね。何分かっていう。僕のタブレット、外カメラついてないんで、はい。インカメラしかついてないんで、アウトカメラついてないんで、ちょっと顔つっちゃう、怖くて。ちなみにこれは4倍速でダビングされます。これの注意はですね、炭酸電池が6本あること、市販品ですね、が必要になりますということが書いてありますね。USB ポートを利用してください。で、消費電力は 10W です。ちょっとね、本体の重量は 461g になります。ここがある地位なんですが、説明書を見ていただくと分かると思うんですけど、ちょっと、持ってないか、なんて言うんだろう。ここにも書いてる通りなんですけども、書いてあるんですよ、幅に。コピーコントロール C ではコピーできる、
年はありませんよということで、あ、ちょうど終わりましたね。ということです。終わったらですね、このような画面になると思います。しばらくお待ちくださいのがままになりますので、そしたらですね、一回戻ってください。寝ちゃっていいです、もう。そしたら、ちょっと待ってください。そしたら、ファイラーを起動しましょう。おつきはもう来ちゃっていいです。ファイラーだけ。そうすると一番下の方に MP3 っていうウザーができてるはずなので、これをですね、バツを押していただいて、もう丸を押します。そしたら、このミュージックというところにコピーしてあげてください。四角ですね。コピー移動か。移動してください。そしたら移動が終わったらこんな感じになる。そしたら戻ってください。そしたらこんな感じになりますね。そしたら、ミュージック開いてください。さっき転送したアルバムがここに入ってるはずです。これでまあね、 CD の追加は以上になります。でね、あとはフォルダー名とかタイトルとかは、ファイラーでも変更できるんで、はい、で今回はちょっとね、時間があんまりないんで、あ、時間あるか、あと数分間あるんで紹介します。では もう一度ね、ファイラー起動してみたいと思います。そしたら、先ほど転送したミュージックフォルダに戻りましょう。ミュージックフォルダを開いてください。ただ MP3 というのはミュージックフォルダに移動されているので、バツを押して R ボタン。押すとタイトル変更ができます。っていうのは、ちょっと待ってこのように入力できる画面になるので、ここで、入力したら、今回タイトル変えませんでしたけど、入力したら、今回タイトル変えなかったのでちょっとわかりにくいかもしれないんですけど、入力すると、まあ、ちょっと中身見る通りで、今回タイトル変えなかったので、この MP3 がタイトルが変わるので、それで分かりやすく分別するといいでしょう。ということで、今回の動画は以上です。はい。ぜひ、ね。なんか、やってみたいという人がいたら、ちょっと、やってみてください。で、今度ね、機械ですね。先ほども言ったと PC レコには多分売ってると思います。今でも。どうなんだろう。PC レコ僕、こっちの方で買ったんで、どうなんだろうな。最初でもこれ1台、2台、2台目なんですよね、これ。1台目不具合があって、返品して、まあ、交換か、交換になって、交換してもらったんですね。なんで、不具合もある、目もあると思うので、ご質問、そのところをご注意ください。あと、必要なものは、先ほど言った通り、まあ、用意してくれれば、多分できると思います。今回で。はい。ということで、以上です。わかりにくい説明だったかもしれないし、ぐだぐだだったし、申し訳ないですけど、まあ、最後に言っていただきありがとうございました。じゃあやってください。これですね、合法的なものなので、まあいいと思います。見たから決してダウンロードするわけじゃないので、多分合法的なもので大丈夫だと思うので、ぜひやってみる価値はあると思います。PSP にね、あそこに出してね、プレス3だったら入れる方もいると思うんですが、パソコンなしでこういう機械を使うことによって、プレス3を持ってない方でも使えるようになるので、ぜひやってみていいでしょう。ではバイバーイ。また動画をご覧ください。しんちゃん TV でした。しんちゃん2号になるの？